ヤプリ。現場社員は生き生き働いてるかね。生き生きしてますよ。してるよな。全然してません。してません。生き生きとした組織をヤプリユナイトで。社内アプリはヤプリユナイト。アプリ開発のヤプリ。稲垣君、うちの現場は生き生き働いてるかね。生き生きしてるよな。全然してません。ヤプリユナイトを導入する。ヤプリユナイトを導入します。なんだヤプリユナイトって。なんなのヤプリユナイトって。長木くん。ビジョンの浸透、カルチャー醸成、生き生きとした組織をヤプリユナイトで。おお、うちの会社いい感じじゃん。いいよね。社内アプリはヤプリユナイト。現場社員がちゃんと定着してるかねって言ってっていうところまで。わかりました。ちょっと回っていいと思う。一瞬のね。一瞬の間があってじゃない。よーい。現場社員はちゃんと定着してるかね。してますよ。してるよな。全然定着してません。してません。はい、カット。ヤプリユナイトを導入すれば。ヤプリユナイトを導入します。何なのヤプリユナイトって。え、稲垣くん。あとは何だヤプリユナイトって。はい、社長。何なのヤプリユナイトって。え、稲垣くん。ヤプリでユナイト的なこういう。スタート。おお、うちの会社変わったな。いいよね。お、社長もいい感じ。へえ、こんなことやってる社員いるんだ。おお、研修動画も見れちゃうんだね。バラバラだった情報がまとまってるのもありがたいわ。そうです。あー、いいですね。ありがとうございます。素敵な、ありがとうございました。え、男性社員のいない会社なんだ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。番組をご覧の皆さん、こんにちは。稲垣吾郎です。CM 撮影してみて、今回このヤプリさんの、ね、コマーシャル第2弾だったんですけれども、前回同様、少しちょっと知ったかぶりをしてしまう頼りない上司で、ちょっと自分とも通ずるところがあるなと思いながらも楽しく撮影しましたけれども、ちょっと少しコミカルな部分とかね、そのユーモラスがうまく表現できればなと思ってやりましたけれども、やっぱりコマーシャルなんでね、限られた時間の中で、ね、伝えなきゃいけないことが多いので、今回はかなりちょっとコミカルな自分を出せたんじゃないかなと思うんですけれども、そうですね、2023年も本当に素晴らしい1年だったので、引き続き、ね、2024年も、いい年にしたいなっていう思いですけれども、2023年は舞台を2作品やらせていただいて、映画は公開があったんですけれども、映像的な撮影っていうのはそれほどやってなかったので、2024年はそうですね、映画やドラマとかで俳優業として、もっともっと意欲的にやっていきたいなっていうのもありますし、舞台にも立ちたいなって思いもありますし、本当お仕事充実して、本当おかげさまでやらせていただいているので、さらにね、なんか濃密な2024年にしたいなと思っておりますけれども、なんだかんだで1年間ってあっという間にね過ぎてしまうので、2023年もあっという間だったじゃないですか。ですから本当一日一日を大切にしていきたいなと思いますし、やっぱり多くの作品に出演していきたいなって思いますね。ね、コロナ以降あまりね、こう外出も減ってしまったというか、例えば旅行であったりとか、
ね、なんかもともと制限されていて、まあ、もうそれが少しずつこうルールも変わってきた中でもちょっとその癖がついててちょっとデブ症になってる自分もいるなと思うので、そうですね、まあ、プライベートなんかではなんかちょっと海外旅行に行ったりとか、ね、いろいろこう外に向けて、うん、もっと行動してきていたいなと思うし、まあ、そういうことによってやっぱいろんな人との出会いなんかにもありますからね、もっと動いていきたいなっていう思いはありますけれどもね、一人でいる時間も大好きなんですけれども、まあ、なるべくちょっと外にという感じでいろんな出来事やいろんな出会いを求めて2024年は、はい、頑張っていきたいなと思います。そうですね、結構もともと僕はいろんなルーティーンとか自分のスタイルみたいなものっていうのはもうしっかり定着しているタイプではあるんですけれども、まあ、でもプライベートとかでまあ少し変わったことといえば、まあ、本当にこれはプライベートなことなんですけれども、あの家族が増えたので、というのも猫を2匹お迎えしたので、はい、まあ、そのペットとの生活っていうのがちょっとまた新しい自分の生活となって、はい、定着していることかもしれませんね。まあ、もちろんやっぱり生き物ですからね、人間同様にちゃんとお世話していかなきゃいけないんでね、朝は掃除をしてから、まあ、ご飯をあげたりとかっていうこともありますしね、やっぱそういうのでまたちょっと自分のルーティーンっていうのももちろん変わってきますから、猫との生活という意味ではまた新しい自分の生活が始まったという感じで、これはちょっと定着してきたかなという感じですかね。喋るとにやけてきちゃうんですけどね、本当に可愛いんでね、まあ、あれそうですね、まあ、元々一人暮らしなので一人で会話することはないじゃないですか、まあ、でも猫がいると会話する相手も増えてくるというか、まあ、通じてるかは分からないんですけど猫と会話を楽しんだりとか、なんか家の中でやっぱり喋るようになりましたね、まあ、そういう、まあ、猫ちゃんたちと喋っている僕の姿というのはもう絶対に見せられないですけれども結構デレデレな感じで生活をしてますかね、はい、まあ、でもやっぱりなんか笑顔は生活の中で増えましたね。それはやっぱり家族が増えたからでしょうかね。ね、猫ちゃんってやっぱツンデレですからね、ちょっとしたことで機嫌を損ねますから、そんな時に笑ってごまかしてます。今僕は週に2回生放送でラジオ番組もねやらせていただいてるんで、やっぱ生のラジオとかだとやっぱ尺も決まってますし、予測不可能なこともね起きたりするのでね、で特にまあゲストの方とかは初対面の人も多かったりとかして、どんなお話になるのかわからない時もねあるので、それで会話が盛り上がらなかったりとか、うん、ちょっと変な空気になったら大体笑ってごまかしてますけど、ね、まあ、今もごまかしてますけどね。もうでもね、基本的にこの稲垣吾郎さんのスタイルっていうのはもう20歳ぐらいの頃から変わっていないので、なんか変わらない自分でずっといようというか、まあ本当さっき言ったようなね、家族が増えたとか、まあそんなことぐらいしかないんですけれどもね、変わらない安定の稲垣でこれからも行きたいなと思うんですけれどもね、はい。